変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあというわけで前回に引き続き、皆さんからいただいたリクエストにお答えするのにレスラーのストックが足りなくなったので、時間稼ぎのためのフリーマッチということで、私が推薦というかおすすめできる試合ということで、あでも怖いな、これでしょっぱい試合になったらもう最初に謝っとかなかった、いやそんなことはない、終わってからね、ダメだったらしょっぱい試合ですいませんということで謝りたいと思います。絶対そんなことにならないぞ、よし強気でいこう。というわけで本日お届けするワンマッチは、長州力対藤波辰巳ということで、言わずもがな新日本プロレスでのライバル対決の1試合ということで、前回と同じように会場は後楽園ホール、有楽園ホールからレフェリーはタイガー服部に変えて、時間無制限一本勝負でお届けしたいと思います。さあどうなりますか、いきましょう、試合開始です。ファイト。初めてご視聴いただく方ありがとうございます。この動画はファイヤープロレスリングワールドの Steam 版 PC 版のコンピューター同士の対戦、いわゆるロジック対戦にああだこうだと実況をつけて遊んでいる動画です。各ファイプロ団体ワールドマニアックレスラーズ通称 WMW のオーナーである私マスクド西岡が実況を務めさせていただきます。さあというわけで前回が、鶴田天竜鶴竜対決だったので、今回は長州藤波の名勝負数え歌対決ということですね。で、この流れでいくとここら辺まで作ってたレスラーでそういうなんていうんですかね、ライバル対決みたいなんで言ったら、ジャンボ鶴田あじゃねえよ、失礼、ジャイアント馬場アントニオ猪木っていうマッチメイクが、理想的だったんですけども、すでにというかそのリクエストをいただく、もうこのリクエストの方は締め切っておりますが、リクエストをいただいた試合の中、40試合あるそのうちの10試合ぐらい終わってる残り30試合の試合の中にマッチメイクの中に、ジャイアント馬場対ジャンボツル、おーいきなり来られたがあったので、ちょっとこれは避けとこうかなということになります。まあそれはそれで、というわけで長州力藤波辰巳もいきなり長州がハイスパートですね。いやで今回パソコンがぶっ壊れてね、もう何回言うてんのか分からないですけども、データ喪失ということが起きて、各レスラー、一度作ったレスラーなんですけども、もう一度見直しをしようということで、その試合が、動画の進行具合が遅くなってるということになるんですけども、その時にね楽しんでいただけるかなと。でその長州力に関してはこの間、長州力が出た試合の時にも言ったんですけども、ちょっとリキラリアットを作ってみようかなと。で、技クラフトモード、それまではすでにあるスパイクチューンソフトが作った技を、使わせていただくのを探せていただくのは普通に既存の技を使うのが当たり前だったんですけども、スパイクチューンソフトさん、松本智蔵監督が、もうスパイプロというものをユーザーに全部投げ出す、あげるんだと、使ってもらう、もう、ファイプロを一生遊んでもらうためにはそれがベストだっていうような判断で、その技を作れるモードを、いただいちゃったもんですから、だからラリアット、とかも作ろうと思ったら作れるわけですよね。でリキラリアット前回の時も言いましたけども、そんなにすごいことはしてないんですよ。ラリアットが当たる瞬間にの瞬間の絵をちょっと止めるんですね、ちょっと止めるんです、ほんのちょっとだけ。タイムやったっけな、 TM って書いてあるところ、技クラフトモードやったことある方は分かるんですけども、その TM っていうところをちょっとだけ長くする、数字を上げるのと、あとリキラリアットっぽくする、長州力がラリアット腕を当てるときに、ちょっとこう下を向く感じとかね、そんなんをちょっとするだけ、ほんの本当に何て言うんですかね、カレーの中にひとつまみの砂糖を入れるみたいな、そうするとなんか逆に味が、辛みが、増すみたいな、そういう、一味なんかの料理にね、こう醤油一滴だけ垂らすとか、ね、隠し味的な、でそれをやるとちょっとだけ変わるの、普通のラリアットと違う、何が違うんやろうなと思って、見ていただけるんじゃないかなと。
まあ気づかれなかったらもうしょうがないですね。でそんなことやったり でパラメーターっていうのはね、あの技の基礎ダメージ値は1ぐらいかな、体力1減らした、増やしたぐらいで、そんなにだからそれですんごい決まるわけじゃないんですよね。ただ長州力、その先ほど言ったブラッシュアップに関しては、長州力ってやっぱり試合始まってすぐラリアット出したりとかもする試合もある。もちろん全部したじゃないですかね。まあ力ラリアットっていう必殺技を最後に出すのは、まあ本来はプロレスのセオリーみたいなところはあるんですけども、長州力の場合は相手にいいところを花を持たせることをせず、自分のペースで試合をやる。それでよく嫌われたんですよね。特に全日本プロレス系、新日本プロレスでずっとやってて、でそれで全日本プロレスに行って、まあ結局それも藤浪辰巳と俺はお前のかませるじゃない発言があって言ったわけじゃないんですけど、そんなことがあって、で全日本プロレスでは、歌舞伎や、カーンやなんかにこう、あいつのプロレスはダメだ、相手に花を持たそうとしないとかって怒られるというか嫌われたりしたんですけど、10分経過を加味すると、長州力っていうのはいきなり必殺技リキラリアットを出しても別にいいんじゃなかろうかとかね、サソリをいきなり出してもいいんじゃなかろうかみたいなこともちょっと今回思いながらブラッシュアップしてみたりとかで、藤浪辰巳に関してはやはりこの格闘頂点、鶴田、藤浪、長州、天竜、一時代を築いた BI4馬場猪木世代の後、日本のプロレス界を、担いだ、背負った男たち、一代のその同世代の中ではちょっとこう、なんていうんですかね、刺激が低いというか、なんかこう、あまりなんか強そうじゃないっていうイメージは相変わらずなんですけども、じゃあ、勝てなくていいのかと。それをなんとかせなかったのかっていうのが今回の、いいタイミングだな。逆さ抑え込みでどうにかしてスリーカウントを奪われるかなと思ってみて、まあ、結局それはね、あの叶ってはないんですよ。やはりこのクラス、いいですね、リキラレット今出ましたね。いいですね、自画自賛ですよ。ほとんどわからないでしょ。わからないぐらいが僕はいいと思ってるんでね、なんかもっとこうしたらいいんじゃないか。いや、あのね、これ話するとまた横道にそれまくりですけども、スパイク、スティームのワークショップで見るとリキラリアットっていう技があるんですよ。でそれは手が逆なのかな、普通のラリアットとモーションが。でそれの方がもしかするとリキラリアットっぽいかもしれないんですけど、僕からすると、僕の感覚ですよ、僕の感覚からするとちょっと度が過ぎてるというか、いや言い方悪いな、それはちょっとこうなんかきつい感じがするんですね。で方向性は間違ってないけども、なんかそれあんまりやりすぎるとなんかなっていうのが僕の中にあって、それは本当にすごいんですけども、その技自体はすごいけども、参考にさせていただく程度にしとこうというふうになっちゃったんですね、僕の場合ね。なのでわからないぐらいが僕はちょうどいいと思ってるということだけお伝えしておく。で、あと藤浪たちについては、やっぱりその弱っていいのかと、勝てない藤浪でいいのかということで、丸め込み、先ほどの逆さ抑え込みとかで、こういうのですよね、いいですね、グランドコブラ、こういうのでなんとか勝てないかなとかっていうので、でもちろん3カウント奪うのがベストなんですけども、この技自体のダメージがあまりにも高くない、記録は奪うんですけども、ダメージ値、これはラリアット狙ってる、さあラリアット、決まったからのカバーに行く、どうだ、うわー、藤浪辰巳に返していくっていうのを、まあ狙ったということですね。で、バックドロップいいですね。で藤浪辰巳は藤浪辰巳で、足殺しとこのバックブリーカーからドラゴンスリーパーの見事な流れ、まあ、以前はね、この藤浪辰巳に対して足殺しにするのか、バックブリーカー入れたら腰も狙うのか、もう分からんわとかって言って、よく文句を言ってたんですけども、まあ、あれから年月を重ねることにより、私も、そのパイプ行動を邁進する。今のね、一応ね、長州力がやるこの、本当はあれカバーなのかな、腕を上から下に振って、おー、起きてぶり、ぶっ転びました。
まあ、ああいうモーションをしてから本当はスリーカウントを狙いに行くカバーに行くのか分からないですけど、僕なりにはサソリに行ってみるということですね。でこれは起きて破りの逆サソリ、藤浪辰巳が得意にしてたというモーションで、藤浪辰巳は、ラリアットもサソリも使うので、この2人がやると、同じような技が結構多くなるというところ。さあ今度はどうだ、リキラリアットで、これ今のですよねっていうパターンですよね。リキラリアット相手をぶっこ抜きか、ブレインバスターかバックドロップで投げておいて、で腕をぐるぐる回してリキラリアットに行って、でサソリに行くっていうまあ一連のまたモーションじゃないな、その流れをつなげれるようになったということですね。で藤浪辰巳は足殺しをしながらこうやってチャンスを伺いつつ、気力を減らしながら、あ、これいいですね、丸め込み、大技のね、あの枠のところにね、スモールパッケージホールド、逆さを抑え込みで、グランドコブラ3つぐらいこう丸め込みの技を入れてるんですよ。だからできるだけ丸め込みをたくさん出してチャンスを狙いつつで、一時期ね、テクニカル丸め込みでクリティカルが出るあのスキルをつけようかなと思ったぐらいやったんですけどね、ちょっとまたそれも違うなと思ってね、正式にスリーカウントをなんとか奪えないかなと思ってやってる藤浪辰巳。さあドラゴンバックを取ればというところ、あ、ラリアット、これはラリアットから逆ラリアットからサソリ、さあこれで藤浪が取っても別にまあいいだろうと。さあ起きて破り名勝負数え歌、逆に藤浪の方が強くなったか。さあバックを取って、あ、これはチャンスを逃さない、リキラリアット出し惜しみはしない、さあカバーに行く、いやカウント 2-9。 さあ藤浪一瞬の隙を突いてラリアット、しかし長州もすぐに起き上がる、オクラハマスタンピードで今度はサソリが食べに行く。長州の場合、僕の判断ですけどね、まあ、あのこの必殺技を最後まで残しておくのがいいのか、最初に言ったようにそのハイスパートレスリングという名を借りてもう最初から出しっぱなしにすると、だから同じ技ばっかり出るんですけど、まあ、長州力のに関してはリキラリアットが出ずに終わるような試合は、まあ、ないというようなことですね。この辺がさじ加減は、ね、難しいけど、もうこれはいつまでもわからないところで、さあ丸め込んだ、さあどうだ、いやーカウント 2-9。 さあ長州も返していく、そしてこれをすかさず狙っていくのがドラゴン、いやーカウント 2-9 で、こうやって気力を奪いながらドラゴンスリーパーが決まれば藤浪辰巳っぽくなりますよねみたいなところも、ああ何やとやりすぎやな。さあサソリ固め、さあ逆サソリですがなんとか耐えてる。だからね、藤浪辰巳の試合はねかなりね、あの長くなるようになったんですよね。まあでもそれの方が藤浪辰巳っぽくていいかなと。うわーカウントに電球、さあ長州これを乗り越えてサソリで封じる、本家本元、いやーまだ耐える。さあこうなったら、あ、これね、打撃合戦じゃないな、本当は打撃合戦なんじゃない、僕はずっと打撃合戦って言うんですけど、これのトーキックもね、なかったんですけどね、ちょっと作ってみよう、ちょっとモーションが…あー、ドラゴンスリーパー、しかし調子を耐える、満を持してのドラゴンスリーパーでしたが、それを耐えて、さあ今度は逆に長州がリング中央、さあバックを取らずにリキラリアットを決めるリング中央、さあフルコースでどうだ、さすがに決まったか、いやーまだ耐える。このサソリ固めとかはもう普通の既存の技なので、特に、魔改造はしてないということですね。さあ長州のスタミナが、あー、が切れて延髄はかわされる。さあ藤浪、逆に藤浪が起きて破りのフィニッシュパターンで、いやーこれも決まらない。さあ粘る、さあどうだ、藤浪がバックを取る、今度調子を返していく、お互いでもあんまり疲れてない、サソリ出まくり、結局ね、あー決まったか、ついに。いやーまあ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 、
勝ったのはやはり本家のササミの方だったと。長州のサソリ固め、長州の必殺技をね、これやっぱりサソリ固めでしてやるっていうことはこっちにしたんかな、リキラリアットにするかサソリ固めにするかね、未だにちょっと悩んでるんですけどね、はい、試合時間27分6秒、長州力サソリ固めで藤波辰巳からギブアップを奪った試合、試合評価 100%。 藤波辰巳がねかなり受けに回りつつ、カウント 2.9 を連発していくような試合になるので、藤波辰巳がね意外とね、前からそうだったんですけど、ブラッシュアップ前からそうなんですけども、さらに名勝負製造機としての腕を上げたんじゃなかろうかと僕は思っております。というわけで 100% の試合お届けできてよかったです。まあこの2人はね、別に3カウントじゃなくてもいいかなということです。はい、というわけで本日もワンマッチだけですけどもね、お届けしました。まだねレスラーちょっと作るのは追いついてないので、しばらく、このフリーマッチで楽しんでいただけたらと思います。明日も予定しています。何の試合をするかはまだ決めていません。今から考えます。ただシングルのワンマッチということで、何の試合になるかは、明日のお楽しみに。とりあえず1週間ぐらい、やりますので、よかったらお付き合いください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまたー。